だから1996年の作品から順を追って飾りたかったんですけれども、ちょっと場所の都合上なかなか見ただけでは時系列がわからないようになっているので、今からギャラリーツアーという形でご説明させていただきます。こちらの大丈夫ですか？ありがとうございます。書いたのが1997年の作品なんですけれども、夕日の中の子供たちっていう、大事だね。いいよ。ちょっと下には子供たちもたくさん来てます。夕日の中の子供たち、これは1997年の作品で、よく見てもらったら木目がメインですね。木に書いてあります。この作品でスカウトされて新山橋のからの専属になったんですね。あのこの個展がきっかけで、それでもう生活のこととか何も気にしなくていいから出だけかけなさいという感じで契約をしたがろうが、本当に忙しくて毎月個展を切っていってる感じです。毎月それで初めて大きな舞台として日光舞台で展覧会するときに、ちょっと大きな作品がいるっていうときに、ちょうど顔をかけない時期で影ばかりを描いていた、そんな時期の作品なんですけど、例えばこの子の靴が片方ない、この子を好きな男の子が持ってるとか、そういうなんか子供同士のちょっと恋心みたいな、全体的に恋愛がテーマなんですけど、ここでデートしていたり、本当に当時はもう物語というか絵本のようなそんな感じの作品ばかりで、ちなみにこの会場ではできないけれども、この後ろの黄色の部分とかオレンジの部分は光る絵のって書いてるので、電気を真っ暗にすると実際のこの口も影になる。すごい、すごい、でちょっとだけ見えるんですけど、点々と白いのが、そしてこちらが1998年の作品になります。当時としたらすごく珍しいんですけれども、私自身というかやっぱ自分の内面、子供の時にどうして僕ばっかり、どうして私ばっかりっていうふうに思ってる子供時代だったので、そういうなんか自分の悩みを書いたんですけれども、当時画廊のオーナーから、ちょうど私が夏7月12日が誕生日なので、百貨店がお誕生日展しませんかということで、私の誕生日にした、初めて百貨店で個展をした時の案内所に使った作品です。こちらが画集子どもの表紙の作品なんですけれども、この作品とこの作品ってすごく似てると思いませんか？実はこの作品を表紙のために書いたんですけれども、この作品を業者の人が紛失したんです。で、もう一回描いた、同じ感じで、でも同じ絵は嫌だったから、ちょっと同じ感じで違うテーマで、そしたらこれが完成したらこっちが出てきて、じゃあやっぱこっちを表紙にしようということで、何だったんだろう。そしてこの作品は大きな木に描いて、大きな木を掘って、その掘った上、掘った中から絵を貼ってるんですね。実際これは木なんです、木なんです。でこのシミとかは一旦色を塗って、これ当時水彩画で描いてたので、色を塗ってアトリエのベランダに出しておきました、1ヶ月間ぐらい。そしたら雨ざらしになったり、紫外線でだんだん色が取れたり、こう流れた感じ。そしてこのシミに沿って水玉を描いたりとか、ティッシュを貼ってコロンの感じを出したりとか、先ほど2000年の作品紹介したんですけれども、この子ども出版から3年後にありがたいことに阪急電鉄からお声がかかって、大人のための恋愛絵本を作りませんかという企画で、この恋文を出版することになりました。この恋文の作品、ちょっとこれだけ残ってるんですけれども、それをまとめてこの壁に飾ってみました。ちょっとこれだけ違うんですけど、本当にいろんな思い入れがあるんですけれども、この書も私が書いたんですね。私は昔こう絵をどうやったらこう筆を使いこなせるのかなと悩んだ時に、書道だろう、どうしてもこの髪の毛をスッと綺麗な線で描きたくて、まずやったことが書道だったので、このお話をいただいた時に、あ、じゃあ百人一首は私が書こうということで、2010年のドレスという展覧会、
こから急に作品が変わってしまうんですけども、もう大阪にどこも私の作品を使ってくれる業者がなくて、じゃあもう銀座にちょっと絵を持ち込んでみようということで、銀座に絵を持って行って一軒だけ私の個展をしてくれるところがあったんです。もうその個展がまず最後になるのかなってちょっと思ってたんですけども、ありがたいことに個展しませんかということで、この赤い作品のレッドチャイルド、子どもの私物化と無縁社会、過干渉の保護、私はママのカバンじゃないという、この縦は3つで SOS、 子どもの叫びをやっぱりちゃんと見えないんだよっていう、子どものそういう心の叫びを書いた展覧会で、上の目を隠していただくと子どもちゃんの顔になるんですね。下の目を隠すと大人の顔、どんな人間の中にもやっぱり大人の部分と子どもの部分が同居している、表裏一体、なんかそういうのを書きたくて、そしてこちらの着ぐるみの作品になると2016年になるんですけど、去年の作品なんですけど、ここはちょっと無限のゼロ、2015年にポートフィアホテルでやった無限をテーマで老眼申し訳ないところです。その次に2016年やったのは着ぐるみなんですけど、私がずっと着ぐるみを着てる時代があったので、自分のアイデンティティとかいろんな、ね、その着ぐるみ本当に着ぐるみじゃない男性としたら着ぐるみを着てるじゃないですか、そういうという感じで時系列をご紹介させていただきました。この後もどうぞごゆっくりご覧ください。今日はありがとうございました。62名だけが入ったりとか。